米大リーグレッドソックス1、7カブス、26日米マサチューセッツ州ボストンフェンウェイフィールド。カブスの今永翔太投手、30、が26日、日本時間27日、敵地でのレッドソックス戦に先発し、7回途中まで投げて、5安打1失点と高騰。2年1位、ドジャース6連勝、12年ダルビッシュ、レンジャーズイコール4連勝、 14年田中、ヤンキース6連勝に続き、日本人投手4人目となるデビュー4連勝をマークした。ギアを上げた、4−1 で迎えた5回2試、になんでもない夕五郎が早急エラーで、西、二塁と1点ピンチになった、ここは絶対に抑える、マウンド上で実際に声を出し、続く打者を右肘に仕留めた、6回にはこの試合、初めて先頭打者を出し、西、一、二塁となったが、スプリットチェンジでこの日7つ目の三振を奪い切り抜けた。 渾身のガッツポーズを繰り出し吠えた2日くらい前に体重移動でひらめいた動きがあったと今ながセーフティーバントで揺さぶられる場面もあったが自らグラブトスで処理し動じなかった5登板で無傷の4連勝となりうまくいきすぎているところもあるこの信頼を一気に崩さないようにやりたいと振り返った。 カウンセル監督53は試合前、今永の成功の理由に適応能力の高さを挙げた。非常に好奇心が強い。それに心がとてもオープンだ。また、情報収集に優れていると3つの資質がその適応能力を生んでいると分析していた。4勝目は MLB 全体で最多対、球団史上初めて、デビュー5000で4勝目を挙げた。0点台をキープした防御率0、98は MLB2。 吉久さんは同一位だ。6回3分の1は都米後最長。まずは進歩だが、やはり、イニングを投げ切るのと途中で終わるのは、投手の力は運命の差がある。あそこで淡々とイニングを投げ切る力をつけたい。さらなる高みを目指していく。ゼロコンマサクオフにポスティングで MLB 挑戦を表明した今永の移籍先に最終候補まで残っていたレッドソックス。リモート面談で、 投げるボールはすごくユニークで、米国で力を発揮してもらいたい、とラブコールを送っていたというエイコーラ監督、48、は、素晴らしかった、と脱帽した。同監督はまた、DH で出ていた R ディバース三塁手、27、が次戦から守備に復帰すると明かし、まさが DH だ、と27日、日本時間28日、に吉田正隆外野手、 三十が六。